グロリエッテから見たシェーンブルン宮殿、1928年以前のハインリヒト・メッツのがシェーンブルン、ドイツ語は、18世紀後半から、ウィーンの神聖ローマ皇帝の宮廷で話されていた、歴史的な標準ドイツ語の一形態。言語学的に見て、社会方言の一種で、社会的要因によって生じた、特定集団の言語形態である。18世紀後半以降、皇帝、 皇族、貴族、ウィーンの富裕市民によって話されていた。こうしたウィーン宮廷社会を中心に広まったドイツ語の発話形式はオーストリア・ハンガリー領内、並びにオーストリア帝国では標準的なドイツ語とされていた。名称の由来はウィーン市13区にあるシェーンブルン宮殿。今日、このドイツ語を話す住民もこの区に集中している。 一方で、ほぼ絶滅に近い社会方言とされている。ドイツ語の発話形態の一種としては顕著な特徴を有しており、例えば、特定のアルファベットに強制が付けられたり、超音化や短縮されたりする。スピードやモーラの点でも特徴的な面がある。ありがとうございます。